が奪われた者の怒りだ。ナオトラ殿、お聞かせ願いたい。貴殿は親方様に一体いかなる恨みがあると。貴様、この後に及んでとぼけるつもりか。な、とぼけるなどと滅相もござらん。覚えがないだと本気で言っているのか貴様。確かに我ら武田と井伊の間に戦がありました。しかしそれは戦の世の常、恨むのは筋違いでござろう。大将戦の決着がつくまでみんな踏ん張ってよ。あ、ありゃ呼んでいないお方まで来ちゃった。いいね、突然襲ってきやがって。これ以上好きにさせるか。ナオトラ様の涙は枯れ果てた。その思い、男どもにわかるものか。いいなでしこ隊、お相手つかまつる。いや、世のお前の全てがそうとは思いたくはない。拳と拳で組み合うか。それでも私は負けないがな。拳での勝負ならば、それはそれで望むところ。我が輩の魅力が道を開くのだよ。武田の浜で見届けたぜ。なでしこ隊の奴らでも負けることってあるんだな。そんなもので私たちがやられると思って。その程度で倒れるハンターじゃねえ。そのはずだ。戦場で強いっていうのは正義なんだよ。ここであいつを止める。俺も英雄になってやる。俺別に武田に恨みはないけどさ、女衆だけで戦ってくれると嬉しいんだけどな。あらら、武田の盛況も舐められちゃったもんだね。真田忍隊、迎え撃て。はっ。さて、お待ち、楽しい忍び仕事のお時間だ。行くぞ。ただがむしゃらに戦うわ。乙女の戦にあらず。素敵欧州短大、我が輩東京。これより突撃いたし、存分に暴れてやりましょうか。やれやれ、お宅の相手してる場合じゃないんだよね。まる右して帰ってくんないかな。山林のごとく立たず親方様のように。いざ。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。うちら今結構忙しいんだけど、オタク空気読めてる？私の約束の人はお前たち武田との戦の最中、お前たちのせいで。それはいいな。たとえそうであろうとも、この雪村、甲斐武田の運を任された身、負けるわけにはいかない。思い知ったかい。ズルから始まる正義もあるよ。まったく、指南書通りにやってますってのはアホの言うことだぜ。あい、すみませぬ。我が輩はこの顔の2本の茶柱の加護を受けているからね。できる。守りを厚くせれば止められぬか。まずっちまった。すまねえ大将。大将、あんたは負けちゃダメなんだ。己、卑怯
ぞ。真田が消えた。どこ行った。出てこい。これはサスケの仕業か。これが俺様の精一杯だ。踏ん張れよ大将。男がのさばり。涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。クラチなけだものめ、そんなに返り討ちにされたいか。何なんだ貴様のそのヒゲ、その動きは。我が輩の紳士ヒゲと紳士所作に興味津々だね。もうちょっとそばで見てもいいのだよ。倒れるところは見せられない。見ていてくださいまし、ナオトラ様。マイル。そもそも男勝りなどという言葉自体が不可思議なんだ。そうだろ。武田軍再起。冷静になれ、ナオトラ。あんな熱血バカどもと一緒になるな。次会う時は絶対に更生させてやる。覚えておけ、ナオトラの牙は抜けやしない。贈り物を渡すまでもなかったね。貴殿、それがしを追い詰めたあのナオトラ殿を破ったのか。これ以上好き勝手にさせようものか。まばたきのマスラを押し、ないかのごとくたぎる雪村殿のように。うわ、殺してやるぞ。乱世においても揺るぎなし。これぞ武田が真骨頂よ。みんな、サスケ、すまない。俺が不甲斐ないばかりに、いざとなれば十二門戦にて相打つ覚悟。ももども守れ。今こそ門扉を塞ぐ岩尾とならん。伝えられたのは技じゃねえ、焦げるほどの魂だ。大将に真っ向から喧嘩売るなんざどうかしてるぜ。我らではまるで歯が立たぬ。お頼み申す雪村様。この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田にサラダアーリエ。いざ火の元にこの雪村アーリエ。まさに侵略する霧の意を狩る狐。サワンの期待を裏切るな。この火のごとく震えているこの雪村の熱き魂が。今こそ吠えよ虎の魂。ご存知かね、ヨシアキのヨシはヨシテルコーのヨシなのだよ。では残る一文字は七光からでござろうか。さあ道を開けたまえ。我が輩に近づくと呪われてしまうよ。我が輩が本気を出しては味気ないだろ。突き進もう。我が槍が折れ、命果てるまで。我が輩のお出ましだよ。胴上げでも何でもしてくれたまえ。見事
この雪村負けて食いなし。我が輩の決断が乱世を動かすといっても過言ではないね。おいっちに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 。